ボンジュール話そう。フランス語1分レッスンフランス語講師のやす子です。本日も私と少しだけフランス語を勉強しましょう。さて、お別れの挨拶、いろいろありましたね。今日はまた次回にお会いしましょう。というニュアンスを含む言葉を勉強します。こちらは？ あらポシェ c h a i n e あら p r o c h a i n あらという言葉ですこちらは本来実はもう一つの言葉が隠れているんですあら p r フォア、a i シェ f フォア、このフォアという言葉が抜けてしまってあらポシェ c h だけになったという言葉ですこちらのフォアには 回数を表す何回目の回ですね。こちらの回という言葉が含まれていて、あら、ポシェヌ・フォア。こちらのポシェヌというのが次回、次にということで、次の回、次の機会にということで、あら、ポシェヌ・フォア。省略されてフォアが抜けた形となります。注意するのはこのポシェヌ。 本当は、ポシャンという言葉でもあるのですが、こちらの最後にいた、フォアという回を表す言葉が女性名詞なので、その前に来る、ポシャンが、ポシェンという言葉になるんですね。よく男性女性なんかで、パリの、ね、男性女性で、パリジャン、パリジェンヌなんて言われますね。それと同じで、ポシャンが、ポシェンナになって、 アラポシェンナ。So, という風になってたんです。こちらアラポシェンナだけで会話では使いますので、また次の機会にね。という時にはあらポシェンナという風に使ってみてください。それではまたの機会にお会いしましょう。あら、ポシェンナ。